こんにちは。モスクワでホテルを取ったんですが、なんでか知らないけれども、満員御礼になっておりまして、部屋がね、格上げになりました。デラックスルームになりました。嬉しいことでございます。電車が見えるんですね。これが何よりも素晴らしいこと。今これは、荷物車なのか郵便車なのかわかんないんですが、その類のですね、ロシア鉄道の客車と、それからまあ、それを配給改装していると思われる、ディーゼル機関車。これの、機関車牽引列車2両の、そんなシーンが見られております。他にも近郊電車のエレクトリーチカがたくさん走っております。いやー、こんな景色で本当によくこういうところにですね、デラックスルームにしてくれたなと。鉄道マニアルームと名前を変えてもいいんじゃないか、喜ばしい限りです。ロシア人の人たちがいっぱい喋ってらっしゃいますんで、ね、なかなかあれなんですけど、こうピッと、あら、あ、間違えた、もうすでに開いてたな。一旦閉めて、ん、開いてんのか、あ、開いてない、あ、これ開きました。失礼します、失礼します。自分家っていうか自分のところなんですけど、そういうわけで、ね、せっかくだからデラックス室に泊めてもらうことになったんで、デラックス室を紹介させていただこうということにしたわけです。でもまあどんぐらいデラックスなのかっていうのは私もよくわかんないんですけど、入るとですね、こうバーンとこうかかっているものがあります。これですね、これはね、バスローブというやつみたいなんですね。こんな立派な、こうね、なんかあのダイオウイカみたいな感じの、こう強そうな硬い感じになっておりますが、これちゃんと2人分かかってるんですね。まあそれは1人分だけかかってたら取り合いになっちゃうから良くないんでしょうけど、こういう立派なものもかかっております。で、あとは床もこんな感じ、これなんていうの、レッドカーペットじゃないですけどね、あのこんな感じのちょっとデラックスな感じですね。やっぱ赤っていうのは、あのロシアの場合はまた別の意味もあるかもしれませんけど、基本的にちょっと高級感を、思わせるようなものかと思います。あとなんかテレビついてるんですけどね、あの我が国 NHK だけはやってませんでしたが、あのなん 我が国っていうか、あの、まあ、日本も NHK はやってなかったんですけど、あの中国のテレビとか韓国のテレビとかもやってました。液晶テレビ、立派な液晶テレビのメーカーはサムスンでございます。それからあとはこうランプシェードみたいなですね、こうプシッてると消えるんですけど、あのロシアの電気のこれはこうなってるんですね。それからあとは外のこう、モスクワの夜景ですよ。まあそれはちょっととりあえずまた後ほどということにして、あとはこんな感じでベッドがこうこのようにバーンと置いてあります。で、あの靴今脱いで、ずっとね脱いで、実は今外に行ってたのも靴脱いでたんですけど、ちょっと一旦こう靴を履きまして、よいしょっと、これですね、これにこういう感じになってるんですけど、どうするかっていうと、こうやるじゃないですか。で、おーっとやってる時にこう足元はどうなってますかと、こうご覧くださいませ、こうなんですね。こう、お前最悪のことをやってるな、日本人の恥だと思うかもしれませんが、あのこれね、あのここのベッドの下にこういう風にかかってるやつっていうのは、あの靴をここに投げ出すものだということでね、あの結構前に教わりまして、あ、そうなのか、一度やってみたかったんですね。いや、いい気分でございます。こんなデラックスルームですよ、こう。でもなんていうのかな、必要以上に豪華絢爛ではないですよね。こんぐらいでいいのかもしれない。あの海外のホテルもそれなりに泊まってみて分かったんですが、海外のホテルって意外とね、あの日本のビジネスホテルよりもだいぶ質素なんですよ。それで改めて、せっかく上の方のフロアに変わりましたんで、だいたい高層階上の方の方が、まあ、景色も当たり前ですけれどいいし、その分あの上級客室というのも揃うものです。だからこれで見に来ました、モスクワの夜景。夜景っていうほどの、あの意識的に何か見られるようなものではないと思うんですけれど、でもこの広い道路、そこをねバンバン走っている右側通行の車たち、多くが日本車です。この景色もなかなかすごいですよね。なんでこんな何車線もあるのに、片側4車線ぐらいあります。4車線と向こうにもいろいろあって、高速道路みたいな感じ、高速道路なのかな。でもあんまりそこにね、あの自動車はたくさんは走っていない。こういう感じがとってもいいですよね。光キラキラ輝いております。車のテーブルランプとヘッドランプとね、いろいろこう交錯しておりまして、あそこら辺も道がぐちゃぐちゃ、自動車が垂直に行き交っているのも、これもまた活発な感じがするものです。速度も大変に速いですよね。80キロとかじゃ済まないんだろうな。で、さっきもご覧に入れましたけど、シベリア鉄道じゃないや、あのロシア鉄道の近郊列車エレクトリーチカです。なんか私の泊まってるホテルすごくてですね、なんかベガとアルタイルと、あとなんだっけ、なんかこれガンマ、アルファ、ベータ、ガンマ、それからもう一個イプシロンかなんかね、そういう風に4つぐらいあのホテルの館があるんですよ。多分あの A 館、B 館、C 館みたいな感じだと思うんですけど、で私の泊まってるのは B 館で、こっちに C 館があるんですね。 C 館はなんかガンマっていう名前もついてるみたいなんですけどね、もうこれですよ。でそこに他に別に星座の名前もついてるらしいんですけど、
こんな感じの大きなタワーとかですね、あの私の泊まってるのもこれと同じ感じの外見で、それから他にももっとすごい太いのビルとかね、なんかずらっと並んでるモスクワのホテルみたいなところに泊まってます。あの今日さっきね、あのホテルのこの下のところで日本人観光客があのカメラ、キャノンね、カメラ下げてて、それであのまあ冗談でですよね、 Excuse me, are you Japanese YouTuber? って聞かれましたんで、私は No と答えておきました。あの冗談だっていうのはちゃんと向こうにも伝わってるでしょうからね、あの声かけてくださってありがとうございます。でこのままお風呂に行くんですね。お風呂に関してもですね、私実はあんまり知識はなかったんですよ。ちょっと今なんでこっちの方を見ながら歩いてるのかって言ったら、ぶつかっちゃったりしてね、また頭をゴーンってぶつけて救急車なんてことになりますと、あの海外はあの健康保険が使えませんからね、国内でも使えなかったんですけど、それはともかく、こんな感じです。これ、ね、別に普通じゃないかと。ちょっと広いかな、日本よりも。あのロシアのトイレってこんな感じなんですね。こうなってまして、こう押すタイプなんですよ。まあ、それはいいんだけど。で、あとこれ、ロシアのトイレってね、紙が結構これしっかりしてるんですけど、うん、なんか日本と折り方が違うな。結構しっかりしたキッチンペーパーみたいな紙なんですが、流しちゃいけないらしいんですよね、どうもね。だから流してはいけないんだったらどうするかっていうと、まあ、あの聞いたことあると思うんですけど、こういうやつの中にどうも入れるらしいんですけど、うん、まあ、らしいっていうか、そういう風に私もするわけですが、ちょっとあれですよね。あと、まあ、ここに体重計いるかと思うんですけど、まあ、体重計があります。私のあの非常にですね、軽い体重、何キロだろうな。こう見てみますと、128キロではありません。これは、お、ちょっとでも前より重くなったな、いい感じだな。56キロか。あ、そう、みたいですね。あとはこれ、湯船ですけれど、湯船とシャワーと換気扇。あ、竹みたいなものがありますね。バンブーでございます。で、あの、この湯船っていうのはね、海外だと、あ、日本だと普通なんですけど、もう海外のホテルって湯船がなくてシャワーだけっていうのが、波のホテルでは一般的らしいんですよね。だからちょっとこういうのがついているというだけで、あの多少なんですが上級高級な、部屋客室であるということに、なるんだそうでございます。あ、でもこれ面白いな。これこれちょっと一旦これどかしますけどね。こんなのがありますね。これいるのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、こうやると何かな、湯気が外へ、あれか、あのシャワーでジャーってやると、ね、外へ水がいっちゃいますから、普通だったらカーテンなんだけど、これの方が多分カーテンよりも性能はいいわけですよね。水よりも、カーテンよりももっと、効率よくうまく効果的にというべきか、外に水を。それからですね、あのウラジオストクとか、それからサンクトペテルブルクとかね、ロシアの大きな街のホテルにもいろいろ行ったんですけど、今日はまあ夏なんですが、夏でも基本的にロシアのそういうところって冷房ついてないんですよね。これびっくりすることでしたけど、でもね、あのここは冷房がついてるんですよ。驚くべきことに、ここら辺の壁についておりますから、ちょっとご覧ください。 こんな感じね。多分これがその冷房装置なんだと思うんですけど、どれをどうすればいいのかわかんないけど、クール、オフ、ヒートとか書いてますんで、冷房だけじゃなくて冷暖房ということなんでしょう。Dear Guest と書いてあります。なんかこれ、At the moment, air condition is switched to the summer cooling mode. Keep the window closed. 窓を閉めて、エアコンをクールかオフにしてください。ヒートにしちゃダメですよということ。反語的な言い方とでも言いましょうか。まあ、なんですか、まあ、親愛なる、ベガホテルコンベンションセンターだ。コンベンションセンター。まあ、そういうことですね。これで、これを多分こうすると、これで冷房になるんだろうな。で、これをすると暖房になるんだろうけど、暖房は多分出ないんでしょうね。主電源が切られてるんじゃないかと思います。ちなみに、今、冷房が実はちょっとついちゃってましたが、気温がですね、これ正面から見ですね、理科で習ったでしょ、これは23.5度ですねという気温なんですが、まあ、もう外の気温はですね、この部屋よりもはるかに寒くて、冷房効いてるくせに、外の方が多分もう16度17度とかそんぐらいになってるんですよね。何のための冷房なのかわからん。窓を開けた方が早いんですけれど、それはね、しないっていうか、まあ、冷房つける必要ないよねということです。確かにウラジオストックでも、それから、サンクトペテルブルクでも冷房はつけませんでした、というかついているホテルには泊まりませんでしたが、それで確かに十分というわけでございます。で、それからもう一つありますけど、これですね、セレクトボリュームと書いてありますけれど、まずボリューム、こんな感じでこう流れるんですね。こんなものが流れるホテルって私は初めて泊まったんですが、いろんなね、曲も選べるみたいですよ。今チャンネルを変えますからね。5チャンネルはないみたい、4チャンネルはないみたい、
1チャンネルと3チャンネルは同じですね。音量が違うだけだ。じゃあ2曲しかないみたいだけど、ちょっと一旦止めますが、この音量でホテルで音楽を流すっていうのは一般的にはちょっと考えにくいわけですよね。こんなよその部屋に行っちゃうだろうと思うんですけど、壁がしっかりしてるのかな。これ別に隣の部屋との壁ではありませんが、こういうことをやったりしても隣には響かないというだけのしっかりした防音設備を持っていて、こんなものなんかかけたってよそには全然うちのホテルは影響しませんよという自信の表れかもしれません。ホテルのね、こういう割とくつろぎの快適みたいな、くつろぎの空間みたいなところで、そこでこんな音楽聞きますかね。なんかもうちょっと落ち着くような音楽があればいいなと思うんですけど、だからそういう意味でつけてるのかもしれないなと思ったところでした。モスクワの何ホテルっていうんだっけな、どっか書いてあったと思うんですけど、ベガホテル、っていいのかな、ベガホテルじゃないですよ、なんかねグループの名前もあったんですけどね、忘れちゃったな。あのパルチザンスカヤっていう、あのパルチザンスカヤっていう駅もね、あの革命軍駅っていう意味ですから、ちょっとなかなかすごい駅名なんですけど、あのモスクワ地下鉄のパルチザンスカヤ駅の目の前にあのめちゃくちゃ大きいホテルありますんで、そこに泊まっていて、そのご紹介というわけでした。どうもありがとうございます。多分ね再生時間10分いってると思うんですよね。